大木光ひかるは、日本のパチスロライター、日本プロマージャン連盟所属のジャン氏。本名、内池幸。滋賀県大津市出身。身長177センチメートル、体重55キログラム。元パチスロ必勝ガイド副編集長。血液型 A 型。元々は、ジャンソーの店員として働いていたが、パチンコ店で、松井明と出会い白夜処房に。 臨時編集アルバイトとして採用される。数ヶ月後、パチスロ必勝ガイド編集部に配属。当時のペンネームは、グレハニスト・ウチケなど。副編集長を歴任した後、フリーの編集ライターへと転身を遂げ、今に至る。現在の名前の由来は、昔、オキスロの裏物で1ヶ月弱で90万円ほど、負けたことや、オキスロの告知ランプである花を光らせたいことから、 オキスロを光らせる人で、オキヒカルと自分で名付けた。部下であった、木村魚卓の話ではオキスロを打ちたいために、副編集長を辞めたという。麻雀に対する熱意は強く、ハワイへ旅行へ行った際、ホテルのパソコンで天王取りを打っていた。2013年、一般社団法人最高位戦、日本プロ麻雀協会のプロテストに合格。登録名は、本名の内池幸ではなく、 大っきひである。2017年11月大会。最高位は C1 リーグ18位。2018年日本プロマージャン連盟所属となる。登録名に変更はなく、大っきひである。2018年12月に稼働を開始したマージャン格闘クラブグランドマスターにも参戦している。プロ連盟所属ではあるが、自らプロジャン氏と名乗ったことは一度もない。 あくまで所属であることを強調している。喫水の運命論者であり、最高位線日本プロマージャン協会のデジタル派である石橋信弘プロの勉強会に参加した際にギャップを感じたという。ありがとうございます。